親が困ってる時に。だからあんたなんか産まなきゃよく、うん、ストップ。私は思いっきり義母の口を押さえつけた。その言葉は今絶対ここで言わないでください。これ以上力を傷つけることをしないでください。あなたは母親失格、いやもう人間失格、このクソババ。私は感情任せに義母の胸ぐらをつかんだ。私の名前はアミ、出版会社で働いている。夫の力とはかれこれ25年の付き合いだ。結婚したのは5年前だが、私たちは幼なじみで小学2年生から苦楽を共にしている。夫と出会ったのは私の実家近くにある公園だった。私は昔から活発で、周りの女の子たちがおままごとや着せ替えごっこに夢中になっている中、公園に行っては虫を捕まえたり、近所の男の子たちと鬼ごっこをしたりして遊んでいることが多かった。そんな時、まだ8歳だった夫に出会った。その日、私は公園にいる誰かと遊ぼうと一人で公園に向かった。そこにいたのが夫だった。誰もいない公園でブランコに座っている夫を見つけた。ねえ、なんで子がないの？夫は何も言わない。ねえ、聞こえてる？私は夫の肩をつかみ乱暴に揺すった。聞こえてるよ、痛い、やめて。なんだ、聞こえてるんじゃん、ごめん。ねえねえ、暇？うん。セミ捕まえたことある？ないよ。私あるんだ、教えてあげる。嫌だよ。嫌がる夫を無理やり引き連れ、セミ取りに付き合わせた。そこから時々夫を公園で見かけてはしつこく声をかけ、最初は嫌がっていた夫だったが、少しずつ仲良くなっていった。まだ幼かった私は夫の置かれている環境に気がつくことができず、ずけずけと答えづらい質問をぶつけてしまったりしていた。ねえ、なんでいつも一人なの？兄弟は？いるよ、お姉ちゃん。いいな、私は一人子。なんでお姉ちゃんと一緒に公園来ないの？別に。友達と遊ばないの？いつも一人でいるね。お前も一人じゃん。ああ、そうだね、お互い一人だ。この時の私は何も考えてなくて笑っていたが、今思うと何ともデリカシーのない発言をしていたものだ。そして夫と遊ぶようになってしばらく経った時のことだった。あれ、今日はいつもより元気ないね。いつも元気ないけど、今日はいつもより元気ない。別に。別にってよく言うね。別に、あ。ほら、また言った。私が笑うと夫のお腹から大きな音がした。お腹空いてるの？別に。別に。ねえ、私の家に来なよ、ママがお菓子作ってくれるから。いいよ、行かない。ほら、行こう。私は恒例行事かのように夫の腕をつかみ、嫌がる夫を引きずるように家まで連れてきた。わーわー、友達連れてきた。お腹空いたからなんかちょうだい。まあ帰ってきたらただいまでしょ。二人とも手を洗っていらっしゃい。手を洗っているとクッキーのいい匂いがした。私と夫が席に着くと、母親は手作りのクッキーを出してくれた。はい、どうぞ。お名前は？私はアミの母です、よろしくね。チカラです。チカラって言うんだ、かっこいい名前だね。夫は勧められたクッキーを一口食べた。そして静かに涙を流した。どうしたの？クッキーまずかったの？夫は黙って首を横に振る。母はそんな夫を見て、またいつでも遊びに来てねと言った。夫はこくりとうなずくだけだった。夫が帰ると母が私に、また明日もチカラ君を連れていらっしゃい、今度は一緒に早めの夕食を食べましょうと言った。私はこの時母が言った意味を理解していなかった。私が夫の置かれている環境を知ることになったのは中学生に入学した時だった。夫と私は別の小学校に通っていたが、中学校は一緒になった。夫とは入学式楽しみだねなんて話をしていたが、夫はどこか浮かない顔をしていた。入学式当日、私は夫を見て愕然とした。周りが真新しい制服に袖を通す中、夫だけ明らかに使い古された制服だった。しかも袖は擦り切れている。夫は私と目が合ったが、すぐに目をそらし、あさっての方向を向いている。チカラ、
私が遠くから呼んだことに夫はぎょっとしている。私が駆け寄ると夫は逆の方向に走り出した。しかし夫が私の瞬足に勝てるはずもなく、あっという間に追いついた。私は夫の肩をガシッと捕まえた。なんで逃げるの？別に逃げてねえよ。だって私が声かけたの分かってたでしょ。校内で俺に話しかけるなよ。なんで？もう分かるだろ、俺んちは制服も買ってくれないような家なの。いつもボロボロの服着てるから友達もいないの。お前は友達いっぱいいるだろ。俺と一緒にいたらお前も友達なくすぞ。別に気にしないけど。お前変わり者だな。よく言われる。そして私たちは中学から大学まで同じ学校で同じ時を過ごした。夫はとても優秀だった。中学でも高校でも成績はトップだった。私はいつも夫と勉強をしていたから、夫のおかげで成績が良かった。夫は高校生になるとアルバイトを始め、忙しそうだったが、それでも成績が落ちることはなく努力家だった。大学は成績優秀者対象奨学金を見事に獲得し、4年間の授業料は免除になった。その頃には夫はアルバイトで得たお金で最低限の身の回りのものを揃えて、ボロボロの服を着るようなことはなくなった。そして就職活動を迎えた私たちだったが、夫は大学からたった一人の学部長推薦枠で最大手企業へ就職が決まった。私はというとかなり苦労した。15社目で受けたネイチャー系の出版社になんとか受かることができた。社会に出ると思っていた以上に多忙だったが、私と夫は頻繁に会い、今までと変わらない関係を続けていた。そんなある日、いつものように母親の作った夕食を食べていると夫が急に立ち上がった。びっくりした。何？アミ。はい？俺と結婚して。はあ？あら、公開プロポーズってやつ？いやいや、私たち付き合ってないから。あら、やだ、あんたたち付き合ってなかったの？付き合ってないけど結婚してほしい。オッケー、やった。こうして私たちは社会人2年目の秋、出会って15年、交際期間0日で結婚した。私たちは結婚式を挙げずに席だけ入れた。それには訳がある。私は夫と出会って15年目にして初めて夫の家族と対面した。お姉さんがいることは知っていたが、それ以外何も知らなかった。なぜなら夫は自分の家族のことを話さなかったから。夫の実家にも初めて招かれたのだが、私は夫の実家を見て驚いた。大きな土地に洋風のこじゃれた一軒家だった。私が目を丸くして家の外観を見つめていると、夫は笑いながら意外でしょと言った。そしてそういう家なんだよとつぶやいた。夫が玄関を開け、ただいまと言っても帰ってくる声はない。でもテレビの音は聞こえている。誰かしら在宅であることは間違いない。夫がリビングを開けると、そこには義母と義姉がいた。ただいま。連絡しておいたはずだけど、俺結婚するから。はじめまして。義母も義姉もこちらを向こうともしない。私はテレビの目の前に行き、はじめましてと大きな声で挨拶をした。すると二人は私ではなく振り返り夫をにらみつけた。何この女。俺の結婚する人。はあ？報告いらないからね。えママ。そうね、勝手にしてちょうだい。力はこんな家庭で育ったのか。それでは勝手にさせていただきます。私のことはフルシカトだった。じゃあそうさせてもらう。迷惑だけはかけないでよ。分かってる。帰り道、夫は無言だった。力のうち大豪邸だったね。うん。お庭も綺麗だったね。うん。力の家族意地悪だったね。お前、普通は人んちの家族にそんなこと言わないもんだぞ。夫は吹き出して笑った。よかった、笑ってくれた。そっか、ごめんごめん。いや全然平気、本当のことだから。それから夫は彼の家族について話してくれた。まだ夫が小学1年生だった時にご両親が離婚し、
父親が家を出て行ってから母親の夫に対する態度が急変したのだそうだ。義母からはお前の顔など見たくない、あいつにそっくりだと言われ続け、母親にの義姉だけが可愛がられるようになった。子供には何の罪もないのにひどい話だ。だから俺はいらない子だったの。そっか、じゃあ私がもらえてよかったわ。ありがとう、もらってくれて。夫はとても優しい顔で笑っていた。夫の家族には最悪な態度を取られたが、夫はどこかすっきりしたような表情をしていた。こうして籍を入れた私たちは私の実家で生活を始めた。そして新居を建てるための土地を探し始めた。半年ほどで条件の合う土地を見つけることができ、購入後はハウスメーカーと契約し新しい家を建てた。しかし家が完成して3年目で夫が海外赴任になってしまった。夫の赴任期間は3年、私たちは3年間別々に暮らすことになった。これまでずっと一緒にいた夫が遠くへ行ってしまったことで、改めて私の中で夫は大きい存在だったと実感した。寂しかったけれど3年すれば帰ってくる。私は仕事に打ち込んだ。毎日のメールと電話はお互い欠かさなかった。少しずつこの生活にも慣れていき、気づけば2年の月日が経過していた。今日は半年ぶりに夫が一時帰国する日だ。私は朝から気合を入れて夕食の準備をしていた。そして夕方インターホンが鳴った。力が帰ってきた、おかえり。勢いよくドアを開けた。え？夫ではない。存在すら忘れていた義母と義姉が立っている。ちょっとどきなさいよ。はい？あんたがそこに突っ立ってたら入れないでしょ。いや、入れる気ないんで。私がドアを閉めようとすると、二人はガシッとドアを掴んだ。2対1ではどうやってもかなわない。ドアを閉めることに失敗した。ちょっと入れなさいよ。いやです、あなたうちの嫁でしょ。違います、早くどけよ。義姉が私につかみかかってきた。何やってんだよ、やめろよ。タクシーで帰宅した夫は義姉を突き飛ばした。力、普通はお姉ちゃんをかばうものでしょ。自分の奥さんを守るに決まってんだろ。家に入れろって言うから嫌だって言ったら今の状況です。私は夫に矢継ぎ早に説明をした。何しに来たんだよ。今日から私たちがここに住むから、あんたたちは出て行きなさい。は？本当にはあった。私も夫と同じくキョトンとしてしまった。分かったらとっととそこをどけ。いや、分かんねえよ、どかねえわ。私と夫は二人で奴らの侵入を阻止した。私たちはもうすぐ住処を失うのよ。家族だったら助け合うものでしょ。義母の話では夫の実家はもともと定期借地に建てられていて、今年で契約が切れるのだそうだ。このままでは住む場所がなくなると我が家に押しかけてきたことが発覚した。あんたたちは私たちの家族なんだから、黙って私たちに従いなさい。そうよ、誰があんたをここまで育ててきてやったと思ってるの。力、大丈夫？いや、ダメかも。すると夫が盛大に切れた。家族、誰が？俺の家族はアミとアミのご両親だけだよ。お前たちは家族でも何でもない。俺はお前たちに虐待をされた記憶はあっても、優しくされた記憶なんて一つもない。俺が結婚するとき迷惑かけるなって言ったのはそっちだろ。お前らが今俺ら夫婦に迷惑かけてるよ。帰れよ。うん、そうですね、すっごい迷惑です。お帰りください。あんたさっきから嫁の分際で何？生意気ね。アミは俺んちの嫁じゃねえよ。俺がアミんちの婿になったんだよ。あ？俺が名字変えたの。あんた何勝手なことしてんの。だからもうあんたらのこと家族と思ってないから、もう来ないで。親が困ってる時に。だからあんたなんか産まなきゃよく。ストップ。私は思いっきり義母の口を押さえつけた。その言葉は今絶対ここで言わないでください。これ以上力を傷つけることをしないでください。あなたは母親失格、いやもう人間失格。このクソババ。私は感情任せに義母の胸ぐらをつかんだ。やめなさい。何をするの。やめない、絶対やめない。力があんたらに痛みつけられた心の傷はこんなもんじゃない。
小さくて抵抗できなかった力はずっと我慢してた。ずっと耐えてた。力はいつだって優しかったのに。その優しさをあんたらにも向けてたはずなのに。それを踏みにじったあんたらが許せない。一発ぐらい殴らせろ。義士は私の勢いに気をされ突っ立ったままだ。アミ、ありがとう。もういいよ。夫が私に優しい笑顔を向けてくれた。そして私は義母から手を離した。力が入っていたからか義母がものすごい勢いでむせている。しかしそんな姿を見ても罪悪感は全く生まれない。私たちは即座にドアを閉め施錠した。ごめん、熱くなっちゃった。うん、かっこよかったよ。本当に？うん、なんだろう、白馬の、いや熊に乗った金太郎みたいでかっこよかった。金太郎かい。私たちは玄関で大笑いした。やっぱアミは俺に惚れてるな。うん、もしかしたら初めて出会った時から好きだったのかな。いや、それはない。俺のこと家来みたいな扱いだったから。そっか。俺に惚れてるは冗談。俺がアミに惚れてる。は？夫の顔を見ると真っ赤になっている。そりゃそうだよな。20年以上の付き合いで初めて聞いたもの。ねえ、いつから私のこと好きだったの？ああ、中学の入学式かな。力強く俺の肩を掴んだ時に、勇ましいなこいつって思った。あ、そう。嘘嘘。でも中学の入学式は本当。俺のボロボロの制服見ても気にせずに遠くから力って呼んで駆け寄ってきてくれた時だよ。なんか今私たちはず、外にまだ二人いるんじゃないの？インターホンで確認すると二人の姿は消えていた。あれから2年の月日が経過したが、あれ以来義母と義士の姿を見ていない。一度ある人物から二人に関することを電話口で聞かれたぐらいだ。私と夫はもう二度と義母と義士に会うことはないだろう。なぜなら私たちはあの家を売り払って海外に移り住んだから。電話をくれたある人物とはその家を買ってくれたオーナーさんだ。何でも私たちが家を売ったことを知らずに証拠りもなくあの家にやってきたようだ。こちらはもう連絡先も変えているし、当分日本には戻らない。戻っても彼女らは私の実家を知らない。本当にこのまま縁が切れそうだ。そして私はただいま妊娠4ヶ月。愛おしい我が子の誕生を二人で楽しみに待っている。力さんは家族に恵まれませんでしたが、曲がることなく成人できてよかったです。アミさんも元気はつらつで、力さんにぴったりの奥様ですね。これから生まれてくるお子さんといつまでも幸せな家庭を築いていただきたいです。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。